DS BDS Hey, my name is Dante. 今日の体重5キロを増やす宣言をいたします。イエーイ。でなぜ僕はね5キロを増やしていくかというと、まあなんか4年前ぐらいにね、動画で5キロ痩せたらお母さんが5000円くれるっていう動画をね、作って、結局ね5キロ痩せてお母さんから5000円もらえたんですよね。はい。で、あれは60キロぐらいになって体重が。で、親もね、すごい俺をね、小島よしおにもうさせたくて、僕はもうね、小島よしおさんのね、体型はね、まあ、素晴らしいと思うんですが、僕の目指している体型とは違うんですよ。で、なんかお母さんはね、もうずっと言ってくるんですよ。あんた、小島よしおさんみたいに、身軽な体になりなさいよって。って言われて、もうね、しつこいぐらい言われるんですけど、僕はそんな体じゃなくてね、もうすごいねゴリゴリなマッチョ、まあなんかゴリゴリというかね、まあベストボディでもないんですけどね、ベストボディと、ボディビルダーの間ぐらいのね体になりたいです、僕は。はい。で、影響されたのはやっぱイギリスでの留学とかですよね。あっちではもうガタイがやばくて、はい、圧倒されました。はい。ボディビルダー本当にね、飯食えなかったらもうおしまいなんで、飯をね食えるようになろうって思って5キロ増やす宣言をいたしました。1、2週間でね、まあ、目指すのは1週間でね、まあ、本当はね体に良くもないし、本当はちょっとずつ増やすのがベストなんですが、食うことをね筋トレだと思ってできるように、5キロ増やします。で、もしもね2週間以内に5キロ増やせなかったら、プレゼント企画がありまして、 iTunes カード5000円分ですね。これはまだ動画で前お母さんにね5000円もらった5000円だったんで、これをみんなにね5000円、まあ1人ですけど抽選で、お送りします。で、負けなかったら僕が映画でブルって見るんで。で、もう一つプレゼントがあります。こちらの食器洗い機乾燥機、はい。実はね一度も使ってないっす。一度も使ってない理由はなんか工事費用がね本体価格よりもね、かかるということでね、僕はできなかったっす。はい。で、一度も使ってないんで、ぜひなんかプレゼントできたらいいなと思って、でも送るのも大変なんで、それを踏まえた罰ゲームですね。で、多分ね皆さんはね5キロなんて1週間で簡単だろって多分思ってる人が多いと思うんですが、僕の場合はね今で一番太ってた頃がもう1、2歳児の頃だったんで、それまでね多分一回も太ったことないです僕。筋肉はね、ついてるとやっぱ代謝が良くてね太りにくいんですよ。だからどうしてもねやっぱ、太れなくて困ってて、こういう企画をやろうかなと思いまして、とりあえずね、体重を測ってみましょう。僕の今の体重、まあ嘘のないようにね、しっかりします。よし、乗るぜ。はい。この記録です。68.8 ですね。筋肉量もなんかだいぶ落ちて、はい。体重が全然ダメです。とりあえず64になればね、僕の勝ちです。で、64になかったら、はい、食器洗い機と iTunes カード5000をねあげます。辛っ、あー無理無理。てことなんでね、7月2日までに、5キロ増えなかったら僕の負けです。まあとりあえずね1週間でね太れるように頑張りたいんですが、今までの僕をね見てきた視聴者さんだと多分分かってくれると思うんですが、どうせこいつには無理だって多分思ってくれてるんですよ。はい。だからそこをね、覆すためにね、今日は iTunes カードをね、こう、プシって、はい、買いました。iTunes カードが欲しい方は、iTunes カードをください。で、食器洗い機が欲しい方は、食器洗い機くださいって、コメント欄で書いてください。俺ならいける。やべっちさんもね、はい、テレビの企画で、6キロ、8キロね、増やしてたんで、まあなんか実質ね3キロぐらいしか増えてないってなんかどっかで書いてあったんですが、なんか体重はね増やしたんですが実質はね3キロしか増えてないって、それでもすごいというね、
テレビはね、あの水でね増やすというね、そういう方法もあるんで、でもね YouTube でそういうことが許されてないんで、皆様安心してください。ってことはね、2週間後楽しみにしてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ってことなんでーす。 See you! あのコンパクト See you! ポップ See you! PDS 株式会社